私自身が先頭に立って職を辞したい、そして解散をするということで合意をし、私が総理大臣であるのは派閥のおかげであると、これは改めて強調しておきたいと思います。総理、この言葉に嘘はないということでよろしいですよね。もちろん嘘はありません。令和に入って最大級と言われる、検討しております。決意を述べようということでありますが、総合的に検討したいと思います。今検討しております。検討する考えるっていつまでやってるんですか。いつまでとは申しませんが、総合的に検討したいと思います。もう考えてる、検討する、だからいつなんだよ答え出んのは。これはすみません、順番間違えてる。いえ、はい、明日出せるんですよ。いかがなんですか、やってください。総理なんだったら、ご指摘の点について明日すぐやるかどうかということでありますが、絶えず検討し、検討してまいりたいと思います。避難所において若いお母さんの声を聞きますと、現金が必要となっていく1230円、これプッシュ型で支援をいたしました。この場合には確定申告が必要であります。総理、やりますか、やりませんか。それはおっしゃる通りであり、私も強く感じています。そこまで来ております。政治資金の公開、デジタル技術を活用して、このさまざまな不安に応えなければなりません。ご指摘のこのブラケットフリケットをブラケットクリの見直し、ペットと一緒に避難したい令和5年度6年度の予備費、これを活用し、裏金、また未来について希望を持っていただくためにも、いわゆる裏金と、さまざまな事務的なミスによって結果として不記載が生じてしまった、この政治活動の自由が最大限尊重されなければならない、プライバシーに大きな影響を生じている、この政策集団の政治金パーティーは真摯に取り組む、よって私の方から適切なタイミングで脱税を考えていると計画的に進めていく、これからも続いていきます。心よりお詫びを申し上げます。あ、馬場さんやってないからね、いらんこと言うなよほんま。ええ加減せよほんま。ちょっといいの言ってる意味がよく分かりません。まあ、いずれにせよ長谷知事が国民の皆様方に男性ストッキング、ダンボールベッド、さらにはビニールハウス用意したいと思っておりますが、この志賀原発あるいは柏崎刈羽原発については、私自身が先頭に立ってバキュームカーを派遣し、あるいはキッチンカーによってきめ細かいな対応、幹部クラスをずらっと並べるということで、現地にミニ霞が関を作るんだという意向で、体制を整備した、こういったところであります。政党助成金、これは、民主主義のコストを広く国民の皆さんにお願いする、宏池会の対応についてご質問をいただいているわけですが、パーティー券の収入については、それぞれ緩やかな努力目標を設定しました。誰の紹介かわからない分について別に置いておいた、このことが不記載につながったということを申し上げました。しかし残高についてはすべて銀行口座に置いてあります。口座に存置されており、いわゆる裏金の類とは全く異なるということを申し上げた上で、いわゆるキックバックというのではなくして、緩やかな努力目標を設定し、それに対する対応と、そして平素の派閥における活動について等を勘案して、寄付という形で所属議員に対して政治団体へこの政治資金規正法にのっとって交付をした、こういったことであります。